NHK の政見放送、また10月にもあります。10月にも補欠選挙があるんで、ここは木原誠二さんのことについて政見放送ガンガンやっていきます。もちろん立候補する予定はガーシーです。まさにガーシーが立候補して木原誠二内閣官房副長官の問題を NHK の政見放送でやることが大事でしょう。ガーシーが公所にいようが刑務所に行かない限り、我々 NHK から国民を守る党としては、ガーシーをこれからも国会議員の選挙に挑戦させて、まあさせるというかしてもらうために努力をしていこうと思っています。今総理大臣の右腕と言われている、岸田さんの右腕と言われている内閣官房副長官のことがね、週刊文春であそこまで叩かれて、ネット上では大騒ぎですよ。木原さんの知り合いとかも出てきて、やっぱり言ってるわけですよね。で、僕も最初の頃はこれはテレビも報道するだけのなかなか根拠もないと思ってましたが、今の週刊文春の証拠とか見てる限り、これ政治家なら木原誠二官房副長官説明しなきゃ。相手は三流週刊誌じゃなくて文藝春秋社という、これまで何人もの政治家を潰してきた、潰してきたというかね、まあ攻撃をして真実だったことが圧倒的に多い週刊文春が書いてる記事なわけですから、国民は弁明してほしいわけですよ。木原さん、あなたは政治家として奥さんに関わる事件もみ消してましたか。でもいつまでたっても木原さんはそういった弁明をしないから、そろそろそらテレビやらなきゃいけない時期来てるでしょう。ところがそこを一切報道しない。私昨年6月テレビ朝日の生放送報道ステーション出て言いましたよね。テレビは国民を洗脳する装置だ、テレビは核兵器に勝る武器だ、テレビは真実を隠すって、おそらくこの先の将来相当名言になると思いますよ。教科書にも載るんじゃないかと思います。だってもうこの1年で明確になってるでしょ。去年の6月私はガーシーを擁立しました。今ガーシーね、拘置所に入れられてますけども、警察はガーシー潰したいんでしょ、本当のこと言うから。ガーシーが言ったこと、もちろんね、それあんだけたくさん言えばちょっとガセ情報なんかも入ってるかもしれませんが、ガーシーが言ったこと、まず三木谷さんのこと、楽天のね、三木谷さんは実はもうこれ民事も刑事も裁判すらしてない。三木谷さんのことほぼ本当だったじゃないですか。そして今被害者ずらしてやってますけども、綾野剛さん、お酒飲んで18歳未満の少女と淫行したことについて、被害者の女の子が YouTube に出て、私17歳の時にお酒飲んで綾野剛さんとエッチしましたって言ってるの、それテレビ全然報道しないでしょ。他にもね、ガーシーの言ったこと、ジャニーズ問題ありますよね。去年の10月か11月、初めてカウアン・オカモト君っていう子に、ジャニー北川さんからなんか、まあ、いわゆる下の問題というかね、子供の頃にいたずらされなかったって、ガーシーが聞き出したんですよ。あれ、カウアン君、あれ言うつもりなかったです、当時ね。King&Prince の平野君が退所する、そういった話題をしようとしたところ、ガーシーがうまく聞き出した。まあ、それ、カウアン君が言っちゃったから。3月に私カウアン君とたまたま DJ 社長のコンサートで、まあ、僕の後ろに座ってたようで、カウアン君の方から僕に声をかけてくれて、ジャニーさんのこと僕告発しようと思います、ジャニーさんとそういう行為になった時の動画持ってます、そういう、ね、相談を受けて、であればぜひ4月に3月に相談を受けて、来月 NHK の政見放送でそのことをやりましょう。僕はカウアン岡本君に持ちかけた。でカウアン君はそれに応じて政見放送出てくれましたよ。千葉5区で市川のね、あれ NHK で放送されてます。でその前にもう NHK は政見放送でカウマン君がジャニーズの問題を触れるって分かってたから、まあ仕方なく NHK のニュース1分間やった、こじ開けてるんですよ。我々皆さんがあまり知らないですけど、ジャニーズ問題これだけ大きく報道されるようになったのは、ガーシーが去年カウアン岡本君と YouTube でコラボし、今年の4月カウアン君を使ってジャニー北川のそういった子供に対する性虐待について NHK の政見放送で取り上げたことが、今このジャニーズ問題が多くの皆様に衝撃を与えて国連を巻き込む騒動になってる。めちゃめちゃ仕事してますよ、我々 NHK から国民を守ると。ガーシーが言ってた大きな問題はほとんどが真実であり、国民の皆様が本来知るべき情報だったということです。それゆえにガーシーが鬱陶しいと思われて警察に今捕まっているという状況です。もちろんね、僕はガーシーが完全無罪とは思っていません。ちょっとやりすぎた部分もあることは間違いないです。
何もしない人やゼロの人や1の人が何か見つかってもそれは0とか1とか 0. 何もしかならないです。でもガーシーの発信というのはもう100、200、300、1000とかやってるから、そのうちの1とか2とか3とか4とかが何件かがね、その嘘が混じってたりすると罪になるということで、ガーシーが全く無罪というつもりはありませんが、重要な三木谷の件、楽天の三木谷の件、そしてジャニーズ北側の問題、あと木原誠二官房副長官の問題、こういった大事な問題はほとんど真実だったでしょう。だからここについてもこれからも戦っていきますし、ガーシーが拘置所にいようが刑務所に行かない限り、我々 NHK から国民を守る党としては、ガーシーをこれからも国会議員の選挙に挑戦させて、まあさせるというか、してもらうために努力をしていこうと思っています。で、そんな中でテレビを見ない人たちが増えてきて、そのテレビを見ない人が得る情報によって投票先を決めていく。だから今我々がガーシーを応援している、ガーシーをまた立候補させるっていうと、まだテレビの影響を受けている人からすると、またガーシーなんか出すの。でもネットをご覧になっている方は、またガーシー出てくれるの、ガーシーめちゃくちゃされてるじゃん警察から、そういう期待感が出てくる。もうテレビとインターネット本当にすごいスピードで変わってきてますから。今ね、まあこれちょっと僕の仮説ですけど、例の木原誠二さんね、内閣官房副長官、これ彼の奥様が、前の旦那さんがね、2006年今から17年前にお家でお亡くなりになってる、不審死って言われてますね。いわゆる自殺か他殺かわからない。で、2006年の頃には木原官房副長官はその女性とは全く関係なかったから、その時に何か政治の力によって事件をもみ消したことはない。ただあまりにも不自然すぎる。当時の2006年の警察は自殺と発表した。でも2018年にコールドケースというですね、まあその後殺人罪が時効がなくなったために、コールドケースって言って過去に捕まってない犯罪をチェックする捜査機関があるわけですね。刑事さんたちはこれは殺人事件ですって断定したわけですよ。そしてその木原さんの、まあ、当時、まあ、コールドケースの時には木原さんの奥さんになってましたから、その奥さんのお父さんの自宅や木原さんの奥さんの自宅が家宅捜索されている。家宅捜索っていうのはこれは警察だけではできません。裁判所の令状がなければできないわけです。相当の疑いがかけられているわけですね。特に当時もう国会議員ですから、旦那さんがね、相当慎重にやって令状を取ってガサ入れしてる。それがまあなかなか殺人罪っていうのはね、刑事罰っていうのは 100% に近い証拠がなければ起訴できないので、犯人がちょっと特定できないということで、おそらく不起訴になってるんだろうと。不起訴というか何もできてないんだろうと。ただそこを週刊文春がガンガン切り込んでいってるわけですね。木原誠さん相当やばいですよ。説明しなきゃ、ここまで言われたら。何が正しくて何が違うのか。何か全てが違うって逃げてますけど。でもこれ暴いたの、やっぱガーシーですよ。僕ガーシーから相当この件一緒にやりましょうって言われましたけども、僕本当知識がなかったから、ガーシーがやるまで待ってたって感じです。でもその半分、まあ一方でどんどんガーシーの発信媒体が止められていきました。 YouTube も止められ、 Twitter も凍結され、ツイキャスだったかな、あとインスタライブも止められて、ただ僕はこれ2006年不審死、これは僕は警察の圧力というか警察の内部のもみ消しだと推察してます。木原さんの奥さんのお父さん警察官ですよ、当時現職ので、事件の当日に殺人現場に行ってるって言ってるんですよ本人が。そして大塚署にうちの嫁が娘が旦那から DV を受けてるから何とかしてくれって相談にまで行ってる。その日の夜に旦那さん聞いてるんですよね。さすがに説明すべきでしょう、そこまで疑いかけられたら。その元警察官お父さんね、出てこないんですよ。まあこのまま世間が忘れるまで黙ってようとしてるんでしょうけど、我々はそういうわけにいかないですよ。 NHK の政見放送また10月にもあります。10月にも補欠選挙があるんで、ここは木原誠二さんのことについて政見放送ガンガンやっていきます。もちろん立候補する予定はガーシーです。まだ僕ガーシーと直接連絡取れてませんけどね、政権禁止なんで。でもこれまさにガーシーが立候補して木原誠二内閣官房副長官の問題を NHK の政見放送でやることが大事でしょう。テレビは一切触れない。なぜかテレビ局はその電波、総務省からいわゆる国から許可もらってやってるからです。
それはテレビ局はそんな政府の重要人物に対して忖度をやっぱりするでしょう。でこれまでは黙っていたらバレなかったから。でも今皆さん国民には YouTube を手にしてます。だから我々はそういったこれまで隠されてきたものを明らかにしていく。それはどっかで爆発すると思いますよ。もちろんガーシーはね、そういった警察が隠している事件を暴きに行ったから僕は無理やり逮捕されてると思いますよ。わざわざね、赤手配までしてインターポールまで使って逮捕してるんですよ。でもね、僕警察からの情報ではあまりガーシーをがっちりその罪に問おうとしてるわけではないと聞いてます。NHK をぶっ壊す。皆さんご一緒に。